アドルフ・ケトレー・ランベール・アドルフ・ジャック・ケトレーは、ベルギーの数学者、天文学者、統計学者で、社会学者である。社会学に統計学的方法を導入し、近代統計学の父とも称される。数学の研究により1819年、ヘント大学から博士号を授与され、1828年ブリュッセルに天文台を創設し天文学の研究を行った。 当時の新しい研究分野である確率論と統計学は最小事情報などの形で主として天文学に応用されていた。ラプラスは確率論を社会研究にも応用することを考えていたが、ケトレーはこのアイデアに基づき社会物理学の名で研究を開始した。彼の目標は犯罪率、結婚率、自殺率といったものの統計学的な法則を理解し、 他の社会的要因の変数から説明することにあった。このような発想は自由意志の概念に反するということで当時の学者の間に議論を巻き起こした。18世紀以来の神の秩序を数学的に明らかにするという思想ではなく個人の行動に基づいて科学的な法則性を追求した点で功績がある。彼の最も有名な著書は 人間とその能力の発展について社会物理学の、試ミスウルロミルデボラプモンデセファクルツ、ウエスサイデファジークソスヤルである。ここでは、彼の考える、社会物理学を概観し、平均人という概念を提出している。その他に、社会物理学、ラファジークソスヤルなどの著書があり、特に19世紀後半の社会統計学に強い、影響を与えた。 彼は人の社会的データのみならず身体的データについても研究を行っている。特に人の身長に対する理想的体重と実際の体重を比較する指数、つまりボディマス指数を提案し、これは公衆医学上も重要な貢献である。1850年前後にはベルギー政府の統計実務にも関わり、国勢調査の指導などをしている。 また、統計学に関する雑誌と学会を創立し、統計学者間の国際的な協力に熱心であった。カッテレイは、植物の学名で命名者を示す場合に、アドルフ・ケトレイを示すのに使われる。ありがとうございます。